こんにちは、ボイストレーナーちひろチャンネルのちひろです、本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、ミックスボイスについてお伝えしていきたいと思います。その練習方法、練習する時のそのポイントとかですね、お伝えできればなと思ってますが、前回もですね、前回といっても結構前ですね、1年前とかもうちょっと前かな、上げさせていただきましたが、やっぱミックスボイスやりたいっていう方ね、いっぱいいらっしゃいます。で、いろんなね、このボイトレの YouTuber さんがミックスボイスについてアップしていると思うんですけれども、もちろん個人差ありますので、一人一人ね、こう感じ方受け取り方は違いますので、このやり方が分かりやすいっていう人もいれば、別のやり方がやりやすいっていうね方もいらっしゃると思いますので、一つのですね、やり方、練習方法として捉えていただけたらなというふうに思っております。はい。で、ミックスボイスそもそも何かと言いますと、簡単に言うとですね、裏声と地声の中間の声ですね。いろんな諸説ありますけどね、声、聞いた時に、裏声のような感じもありつつ、地声のような、響きもあるということで、ミックスボイスというふうに言われてるんですけれども、簡単にやるとですね、例えば、これファの音ですね。地声で出すと、ね、こんな強い声になります。で、これがミックスボイスになると、地声のような感じもあるし、裏声のような感じもあるのがわかると思うんですけども、ね、こんな感じの声です。で、裏声になると、本当にこう裏柔らかい声になります。これがミックスボイスになるんですけれども、これをやるために、結構難しいっていうふうに感じる方も結構多いので、練習をしていって時間かかる方もいいんじゃないかなと思うんですが、簡単な練習方法が一つあります。これをマスターすればできるだろうという練習方法があるんですけれども、それがですね、グリースアップ、グリースダウンっていう練習方法になります。グリース、英語で言うと、その滑らかにとか潤滑とかね、そんな意味があると思うんですけれども、滑らかに言葉を、声を、アップさせる、ダウンさせるですね、音程をアップさせる、ダウンさせるっていうね、練習方法なんですけれども、簡単にやると、地声の一番低い方の低い、どこの音からでもいいんですけど、低いなと感じる音、地声の一番低いと感じる音から、裏声に一番高いなというふうに感じる音まで、一気にですね、上がったり下がったりする練習方法ですね。ね、こんな感じになります。で、極端に変わってしまう方もいます。ミックスボイスできない方は、ね、ある一定以上高くなると、もう一気に裏声に切り替わってしまうというね、形ですね。逆ももちろんそうですね。もう極端に地声に変わってしまうというね、パターンの方もいらっしゃると思います。で、そこの中で、その中間の音がミックスボイスですから、その中間の音をきれいに、こういった柔らかい声を挟んでほしいんですね。これミックスボイスを挟んだ状態でさらに上に行くと自然に裏声に上がりますよということですね。少しとゆっくりやりますね。ミックスボイスを挟んでからまた地声に戻るというような感じになります。で、これをやるポイントなんですけれども、まずですね、いくつかあるんですが、そもそも顎の角度ですね、一つこうチェックポイントとして見ていただきたいんですけど、これも個人差あることなので、どこの角度がね、顎、出しやすいか、その人によってこう出しやすい角度ってあるんですよ。なので、例えば、私はちょっと斜め上にした方が出しやすいタイプなので、ね、この辺りの方が出しやすいんですけども、中にはですね、まっすぐ、ここの方が出しやすいっていう方もいらっしゃいます。で、さらには、ちょっと引いた感じですね。この方が出しやすいっていう方もいらっしゃいます。なので、ちょっと個人差はね、あるんですけれども、
発声しながら、ああね、ちょっとこう出しやすいポイントを見つけていただきたいなと思います。この出しやすい角度で、まあコンディションをしっかり整えた状態でミックスボイスね練習した方が絶対やりやすいはずですので、まあまずはその顎の角度を見つけていただくというところですね。まあ出しやすいなと感じるところであればいいと思います。で、ミックスボイス、まあ顎の角度を見つけましたら、次はですね、声のポジションですね。声の当てるポジション、ボイスポジションと言ったりしますけど、まあそもそもミックスボイスはその地声と裏声の中間、まあつなぎみたいな形のところなので、低い音かどうかといったらそんなに、低い音ではやりにくいんですよね。なのでちょっと高いなと感じる音ぐらいの 音の高さでやるといいと思います。まあ私の場合は、ファの音ですね。あーこのあたりがこう切り替わりになりやすいかなって、まあやりやすいところになりますので、ファでさっきはやったんですけども、あーはーあーね、このあたりの音ですね。で、この音、例えばこの音を出すときに、まあちょっと高めっていうふうに頭の中で分かってますから、その声を出すときに、その胸の響きを感じるってちょっと難しいと思うんですよ。あーあーあーまあ、感じれないことはないんですけど、ちょっと無理やり感があるので、どちらかといったら、こう、頬のあたりとか、鼻のあたりとか、ちょっと高めの位置に響かせるようなイメージで、声を当てていくっていうような、ところがポイントになってきます。まあ、ミックスボイスをやるときは、高めにポジションを置いていいと思いますので、まずはそのポジションを確認するということですね。まあ、まあ、これも本当に個人的なね、意見なんですけども、個人的な感覚なんですけど、私はその軟口蓋上の方ですね、口の中の柔らかいところの、あたりを通って鼻の裏に抜けていって声が前に行くような、まあ、そんなイメージを持って出してます。あー、ね、そんな感じです。なので顎の角度、声のポジションですね、チェックしてください。であとは喉の広さですね、喉これ狭いとあちょっと喉声っぽくなっちゃうんですよね。なので喉はしっかりはーはー平井健さんとかも多分そうだと思うんですけど、声聞いてるとねすごいわかると思うんですけど、めちゃくちゃ喉開いてると思います。例えばねえそんなことを隣で君もね、こんな感じですよね。なので喉をしっかり開いて、まあこれ狭いとねえそんなこと、まあそもそもちょっと歌いづらいかもしれないですけど、まあ強い声にしかならない、まあミックスボイスになりにくいので、喉をしっかり開くということですね。なので開きすぎてもちょっとやりづらかったりすると思いますので、その塩梅をうまく感覚として掴んでいくのが一番いいかなと思います。まあちょっと軽く開くぐらいでいいと思いますね。なので、顎の角度を、見つけて、自分の一番いい顎の角度を見つけた上で、声のポジションを、確認してから、喉の広さもしっかり作って、ね、声を出していくっていうところですね。で、声を出すときに、さらにポイントがあります。まあ、そもそも声を出すときに、まあ、声帯がこの喉仏の裏側、まあ、大体ありますね。この辺りにあります。で、ここで声が作られて、で、まあ、息はもちろんこう流れていますから、喉を取りますよね。で、まあ、もちろん口から出ますよね、息はね。で、まあ、鼻からも出ます。で、口を通るんですけれども、まあ、声帯がここにあって、声がここに出る、外に出るまでに、まあ、大体これぐらいの距離ですかね。まあ、こう通ってますので、曲がってるところもちょっと考えるとなると、直線、まあ、まあ、これぐらいですかね。まあ、距離的には結構短いですよね。もうすぐ。ね、声として外に出るわけですから、この間に何があるかっていうと、もう喉の筋肉とベロの筋肉ぐらいしかないんですよね。まあ、そこがコントロール、できるところになりますので、まあ自分でコントロールできるのはそこだと思うんですよ。なのでそこの、まあ、喉の広さであったりとか筋肉をコントロールするプラス、あとはできるのは息の量と、声の強さですね。声の強さも自分でコントロールできると思います。あとは息の量ですね。はぁはぁいっぱい吐くのか、はぁはぁはぁ
あまり、息を出さずに、息の量を出さずに発生するのかというところは、まあ、自分の意思でコントロールできるところになりますので、その3つは、コントロールできるかなと思います。声の強さ、息の、量、あとは喉の広さですね、そのあたりはご自身の、コントロールでできるはずです。で、そこがうまく噛み合った状態で、発声すればミックスボイスで必ずできるんですね。まあ、あとはもちろんこう経験とか、感覚値とかね、あると思うんですけれども、それらが整った時って必ずミックスボイスできるんですよ。で、そのどれか欠けても良くないんですよね。例えばこう息の強さも、喉の広さもある程度しっかり、できている状態で、でも、息の量がめちゃくちゃ多いとですね、はぁはぁね、こんな感じで声しかならないですし、逆に息の量が、そんなに多くないのないんですけど、声が弱いっていう場合ですね、はぁはぁはぁ、まあこれだったらちょっとできてるかもしれないですけど、まあそもそも歌に、使えないような声にしかならないと思います。なので息の量もある程度、の量をしっかり使って、声の強さもある程度使って、喉もしっかり開いている状態ですね、はぁはぁはぁね、それが守られている状態で、あれば、ミックスボイス誰でもできるテクニックになります。まあ、テクニック発声方法ですかね、になりますので、そこのコントロールを、まあ、どれか欠けてもいけないので、本当にこうその塩梅をですね、見つけていくのって感覚的にはちょっと難しいんですけれども、その感覚になれるまで、しっかりこう繰り返し練習していただけたらなと思います。なのでさっきのグリスアップグリスダウンの話に戻るんですけど、ね、これ行くときにどうしてもこう、ね、急に切り替わってしまう場合って、まあ今まで見てきた生徒さんの中で多いのは、まあ喉の広さが保たれてないっていうことが一番原因としては多かったんですけれども、まあそれだけではもちろんないですね。まあ、喉をしっかり開いた状態作れてるかどうか、息の量が適切かどうか、声の強さちゃんとできてるか、あとは、声のポジション、ボイスポジションにちゃんと当てられてるかどうかというところと、あと顎の角度ですね。そのあたりをしっかりこうポイントとして押さえた上で、練習を繰り返していただけると、必ずミックスボイスできると思いますので、ぜひそれを試していただけたらなと思います。ね、ちょっとうまく説明できたか、ごめんなさい。わからないんですけれども、まあ、ポイントとしては、それらが挙げられると思っておりますので、それらを抑えた上で練習していただけたら、ミックスボイスを、まあ、歌の中でしっかりね、使えるのかなと思います。まあ、もちろん、本当の意味で慣れるっていうね、ことを考えると、歌の中でとっさのフレーズでもしっかりこう、パッとね、出せることが一番いいと思いますので、まあ、発声でできる状態をまず作る、その上で、歌の中でもちゃんと活用できるというね、ところが一番理想だと思いますので、ぜひそれらをですね、トライしていただけたらなと思います。まあ、男性の方であれば平井健さんとかすごくおすすめですね。あとはエグザイルの淳さんとか、そのあたりがいいかなと思いますね。まあ、女性でも、女性の淳さん、例えば人とようさんとかね、結構ミックスボイス使う方がなんじゃないかなと思いますので、参考にしていただけたらなと思います。それちょっと長くなっちゃいましたけど、本日はミックスボイスの、練習方法、コツについてですね、お伝えさせていただきました。では以上です。ご視聴どうもありがとうございました。